11日水曜日のお天気をお伝えします。まずは降水予想を見ていきます。午前6時の状況からです。低気圧の影響を受け、北海道では朝のうち雨の降りやすい天気となっていきます。時間を進めて見ていきますと、次第に東の海上へと離れていく予想。お天気は午後の時間帯にかけて回復傾向となりそうです。一方で西から前線が明瞭化していきます。この影響で九州の南部から雨が降り始め、九州の北部、そして四国地方などだんだんと雨のエリアが拡大していきそうです。ではここからはお天気アイコンでも確認していきます。沖縄那覇では晴れのち曇りのアイコン、雨が降ったりやんだりの天気です。また西日本では九州の南部から雨が降り始め、福岡高知でも晴れのち雨のアイコンとなっています。外出をされる際には雨具をお持ちください。中国地方から近畿、そして東日本方面や東北の南部にかけても日差しが届くタイミングがありますが、内陸の地域、そしてこの北陸から東北の日本海側にかけては午前中雨の降る可能性がありそうです。仙台など太平洋側の地域でもにわか雨の可能性がありますので、空の変化にご注意ください。そして東京でも夜遅くは雨の降る可能性がありそうです。お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘をお持ちください。東北地方の北部を中心に低気圧などの影響によって、特に太平洋側のエリアほど低い雲が広がって、ひんやりとした空気にも覆われていきます。北海道もあまり気温が上がらず、札幌では23度の予想。だんだんと日差しが届いてお天気回復傾向とはなりますが、昼間の時間帯半袖1枚ではひんやりと感じられそうです。その他の東日本や西日本のエリア、30度を超えるところが多く、蒸し暑い体感が続いていきます。熱中症対策は引き続き安全に行いましょう。